令和納豆で知ってますか？え、何それ？やっぱり知らんか。あの有名な令和納豆を知らないでし、さすがでしや、はい、え、それをそんな有名、それを教えるのが師匠の役目やろ。はい、お願いします。令和納豆とは株式会社納豆が経営する納豆ご飯屋さんのことです。はい、茨城県に水戸市にある納豆ご飯屋さんの話、はい、有名、有名なんですか？有名やね。ネット業、テレビではやる、多分やってへんやろうけど、はい、ネット界では超有名な令和納豆や。何で有名かっつったら、そらいい意味じゃないよな。そらネットで有名言ったら大概いい意味じゃないよな。ああ、そうなんですね。どういうことかっつったら、はい、もうだいぶ揉めてってこの話。だいぶ長時間揉めてんねん。何令和納豆は、まあ、クラウドファンディングでお金を集めるってなって、はい、その時のお金を集めるリターンが、はい、リターンってあれやん、お金いくらいくらもらったらこれをリターンしますっていうのがクラウドファンディングやん、大体。はいはい。そんで、そのクラウドファンディング、1万円いただけたら、はい、納豆定食梅600円が、一生食べ放題です。まあ1日1食限定やけど、うん、例えば毎日来てくれたら、毎日1食は、ただで一生食べられますっつうパスポートを1万円で発行するっていうので、うん、1100何十万円ぐらい集まって、1100何十人が購入したんや、いわゆるな、クラウドファンディングで、そしていざ店が開いて開店して、でそれはパスポート持ってくる人はさ来るやんか、うん、でパスポート見せて梅納豆定食、うん、梅を食べてるわけよ。で何回か来た人がいて、十何回か一生食べ放題だからな、一生使えるんやからな、うん、そら来るやんけ、うん、十何回もなる人もいるやんけ、それ近くに住んでる人やったら、うん、で十何回目にイチャモン、まあ詳しくはもうあれやけど、イチャモンつけられて取り上げられたんや、はパスポートを。えはあ、もう完全にイチャモンレベルですわ。なんかアンケートの書き方が悪いだの。はい。無料の納豆定食しか頼まないからだの。いや、そういうもん、だからそう、だから、無料になるから1万円払ったんですけどっていう話やん。うんうんうん。で、それを取り上げ、まあ、難癖つけられて取り上げられた人が複数出てきたんや。そら怒るよな。それ外野も怒るよな、そら。自分に関係なんじゃそらって1万円取っといて、うんうん、なんかそういう理不尽なことで取り上げるってなんやねんっていうことで、うん、もう大炎上や。炎上するよ。炎上するやん。はい。ほんでそれがもう1年ぐらい前の話なのかな、その、はいはいはい、そういうこと。で、なんやかんやって、うん、でな、所詮な、1万円のことやから、はい、泣き寝入りするやろと思ってたやろな、令和納豆側からしてみたら、うん、そんな1万円かそこらの話で、まさか訴えられはせえへんやろと高をくくってたんやろ、はい、そのパスポート取り上げられた人の中から訴える人が出てきたんや、出たんや、ついにそら言ったら大赤字やで、うん、そらもう何十万もかかったらしいわ、弁護士費用だけで70万かかったらしいね、うん、それで1万円を取り返すか取り返さへんかの話や、うん、そういうもうだから金の問題やないと、うん、その人もうそうやって取り上げてられてた理不尽さを晴らしたいということで、うん、訴えたんや、はい、でついこの間な、令和納豆全面敗訴全面敗訴ではないんだけど、まあ言ったら全面敗訴で言っても、もう完敗、うんうんうん、完敗したわけ、うん、もう取り上げ、もう理不尽な理由で取り上げましたねって、あなたは負けです、ドーン、あの目黒福蔵が やってみて、ドーン、あなたの目黒です、ドーンみたいな感じでやられたわけはいはい、まあ、そりゃそうやわな、うん、もうパッと俺の雑な説明聞いただけで令和納豆の理不尽さは分かったやろ、うん、それでもうみんなも今日もう歓喜や、その外野は
やったねーって、ミトミトさんって言うんだけど、その訴えた人が、ミトミトさんやったねーっていう感じで、レイオネットザマーみたいな感じでなってるわけ、なったわけ。うんうん、そらなるわな。な誰が考えてもミトミトさんの応援するよな。うん、そんなもん、もうひねくれ者の俺ですら令和納豆側にはつかへんわ、そんなもん。そんなもん。うん、そんな欺瞞許さへんわ、その欺瞞ハンターの俺としては。で、はい、でさ、でもう裁判所というところでもう確実に白黒つけられたわけやん、うん、であなたは負けでーすドーンってやられたわけやんか令和納豆、はい、でこっからクソみたいな言い訳をツイッターでしたわけ令和納豆が。要するにようやくするとな、うん、ようやくするとミトミトさんという人は、はい、置いていったんやとパスポートを。私たちが取り上げられ、もう没収したんじゃないですと。ミトミトさん自身が、なぜか知らんけど、どういうわけか、自ら置いていかれたんですって。何それその、お前裁判でさ、裁判所でさ、理不尽な没収をしたんやろって、やられてるわけやん。もう、お墨付きなわけです、裁判所。国の司法、地方機関のお墨付きで令和納豆は理不尽なパスポート没収を行いましたねということでなったわけだから認めたわけよその令和納豆は認めたくせに、うん、そのミトミトさんが置いていかれる今さらそんな言い訳してな誰が信じんのそんな裁判で決着までついてんのほんまさなんか最初からそうなんやけど令和納豆って言ったら、うんうんうん、その例えばな最初没収する時も没収とかしょうもない理由つけて没収しますとか言うてんとすいませんあのクラウドファンディングの時は、うん、集めてた時は1万円で一生定食食べ放題いけるかなと思いましたけど実際やってみたらきついっていうことに気づきました申し訳ないですってなんか贈答返還も謝礼品かなんか渡してさこれで勘弁してくださいっつって、うんうん、謝ってや取り消せばよかっただけの話やんかそのパスポート制度を楽しますすいませんってこんなはずじゃなかったんですけど見通しが甘かったですすいませんって言えばええよかっただけの話やのにしょうもないアンケートがどうなるこうのって理屈つけるからカッコつけたわけだから、うん、なんか上から目線で自分のメンツを保ってしたいんかなんか知らんけど、うん、そんなことしたからどん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 泥沼にはまって裁判で負けて、うん、負けるような羽目になったわけやろ、うん、で裁判に負けてもなおまだなんか私は悪くないというミトミトさんっていう人が自ら置いていったらそんな言い訳そこまでもう完全になんか悪事はバレてんやからさ、うんうん、なんでそんなしょうもない嘘ついてまでメンツを保とうとすんやろなっていうのがめっちゃ不思議なんやなでいるよなそういう人ってなんか、ね、何が何でも自分のメンツを保ちたい人って、うんうん、もう完全に崩れてんのに、うん、崩れてもなんか脳みそ出てますよみたいな感じなのにもう私は大丈夫ですみたいな感じうんうん、ほんま不思議な人が世の中にはいるなっていう話でした。はい。以上です。はい。